阿部選手の406号目を打ちたい。はいどうも、ビップです。やってきました、ビップです。よろしくお願いします、ビップです。はい、ということで本日はね、まあ普通にリアタイしていくんですが、ちょっとね、裏ルール設けていいですか。裏ルール設けさせてください。まあ最初のタイトルコールにもあったかもしれないんですが、阿部選手でホームラン打てるまでリアタイ終われませんですね。まあね、この阿部選手使っていくんですが、まあこの阿部選手は多分2012年の阿部選手で、首位打者と打点王を取った時ですね、 MVP 取った年、33歳かな。まあキャリアハイはね44本打ってるんですけどね、阿部選手ね、2010年かな、31歳の時に。まあただこの阿部選手を使ってね、打順をね1番に置きます。でまあ裏ルールでね、阿部選手でホームラン打ちたいっていうやつです。はい、まあ阿部選手ね、長い現役生活19年やったっけ、ごめんなさい、ちょっとそこ確かじゃないんですけど、いや本当にお疲れ様でしたよね。うん、何様やねんという感じですけど。まあそれにね、ちょっとあやかってか、阿部選手でね、ちょっとホームラン打ちたくなったんですよね。まあやってくださいっていう方も結構いたんで、まあいてはないけどね。うん。どっちかって言ったらプロスピ2019の方でやってくれっていう方いたんですけど、僕はこのエースの方のリアタイでホームラン打ちます。まあ何試合するか分かんないですね。もしかしたら1試合で終わるかもしれないし、まあ1試合で終わるのはちょっと寂しいからな、動画的に。まあ2試合かかるか3試合かかるか分かんないですけど、まあカットするかもしれんし、そこはちょっと僕に身を委ねてください。ということで早速やっていきたいと思います。はい、ということでピッチャーからですね。まあ普通のリアタイなんでね、今日のメインはね、ただ裏ルールを設けてます。なので普通にリアタイ、まあ参考にしてもらえばなと思います。はい。配球は参考にならんと思うけどね。さあ行きましょう。まあリアタイのルールもね、もしか、危なぁ。ちょっと今ね、バッターがどこが打ちにくいかなっていうね、コースを結構探り探りやってるんですよね、このランク戦においてね。非表示はね、まあこれから大会も始まるんで、皆さんもストレートご利用していきましょう。まあ上手い方打ってくる、こうやってね。これ表示ありやけどな。阿部選手なんで走ってくるかもしれないと。で山田悠々選手はインコースが見えないと。ただもう一球投げたら絶対振るよ。いいコース行ったらね、いやあかん、これフラン、あ、振った。山田オイオン選手の修正、ヨロピク浮いたら行かれるよ。 OK、 さあ来ました、裏ルール設けてます。さあ打てるか、一発で終わらせたい。一発で終わらせても動画続けるけどね。ツーシーも掘るか、一発目。 OKOKOK、 さあでかいね、これ1球目ツーシームじゃないからね。今オッケー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 、多分ツーシーム頼ってくるでしょ。いやーごめん、また高校か。まあちょっとカット増えるかもしれないですけど、参ってるわ、お願いしとこう。はい、ということで山田おいおい選手はインコース低めが見えないと。あ、コントロールついてた。あ、大丈夫、これ振るよ、うん、見えないんすって。だからうわ怖っ、え、なんでスピリッツ負けてんの、広島の丸選手に。セカンド、コントロールついた。これね、こういう結構何でも振ってくる方に外角のカットって注意なんですよ。捉えられるんでね、こういう風に、うん、で外角低めの、なんていうんですかね、あれなんていうボール、あれ微妙にボールなるやつって引っ掛けてレフト前多いんですよね。で今の頭なかったでしょ、もう一回いきます。しかもコントロールついてるからビタビタね。あー甘い、うーん甘かった。おーおー、ブレイアン、よし、普通のリアタイですよ、普通のリアタイです。裏ルール設けさせてもらってますよ、うん、さっきから言ってますよ。ちょ集中します。あー来るか、そこで、なるほどね。オッケーオッケーオッケー、あ、落ちひんな。あ、この時の野本選手か。オッケー、次狙い目やね。落としてくるかな。うわ、チェンジぶつかってくるな、結構。いやがあ、ちょっと待って、一巡刺したいな。もうカットちゃう、これも。うわ、また高校やん。っていうかね、さっきの試合負けました。取っとけばよかった。あそこでなんで切ったやろ。あの後ね、西投手でね、4点ぐらい取られました。で、その次の回ね、ホームラン打って2点までしか返せなくて、あわよく阿部選手回ってきてたんですけど、最後の9番バッターで終わりました。負けるわー、最近。負け癖。てか単純に下手くそ、マジで。ちょっと頑張ります、本当に。まあ、これ、趣旨はね、裏ルートで、裏ルートちゃうわ。裏ルールがあるんで。はい、
あかん、全然ストライク入らへん。で、めちゃくちゃ煽られた。ホームラン打つたびにパチパチされた。うん、ムカつく、素直に。ムカつく、ほんと、29歳、おっさんムカついてます。ほんまにもう、やめてパチパチは。もう嬉しいのはわかるよ、そりゃ。まあ今、かなりあんなね、旗持ってる人に勝って嬉しいのはわかるよ。まあけど僕もね、一人間なんで、はい。優しくして、ほんとに。っていうながら、俳優ちょっと、配球が、配球がマジ下手くそなんですよね。いつからこんないっぱい打たれるようになったんやろな。やらなさすぎて配球が下手くそになってるとかそんなんじゃないよね。みんなのレベルが上がってるんよね。あ、裏ルール、裏ルール。あー、いけた。ちょ、裏はきつい、ほんまに。うわー、くそ、これでホームラン打たんとマジでやばい。もう一回やらなあかん、試合。危な。いったいった。いや、フェアならんとって。よし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 。今のスプリットか。これ、ああ、え、これ、ああ、え、これ一巡すんのかな、5点って。いや、せんな。はい、ということでまた高校です。もうこれね、ちょっと体力的に限界なので、ラストにさせてください。はい。もうピッチングカットします。多分次は阿部選手の打席からなってると思います。はい。ではちょっとカットします。はい、無事ゼロに抑えました。ちょっと集中します、マジで。マジで集中する。ほんまに打ちたい。OK、OK。もう一球スラブはないでしょう。マジ？オッケー、危ねえ。オッケーオッケー、次。いや、もうあかんわ。もうあかんわ、ほんまに。あの、さっきからね、もうね、ストレートが打てないんですよね。たぶんマジ相当下手くそになってます。もうね、ストレートが打てないって致命的ですよ、本当に。なんか自然と変化球を待ってる自分がいる。もう一回回ってこんかな。ほら、もうね、ストレートについていけないんですよ、手が。入ってお願い。いや、けどこれちょっと待って、次も塁に出て。いや、もうか、そんな余計なこと考えるから負けんねん。もうほら、もうストレート呼んでた今。ストレートのタイミングで振るってやつ、めっちゃ牽制するやん。あー、けどホームラン打てないと企画終われないよな。いやー、あかんでしょこれも。ちょっと待って、ほんまに次ちょっとラストにします。はい、なのでちょっと点取ったら終わろう、すぐ。いや、今のボールでしょ。レラヤンで決める、レラヤンで決める。うわー、3回裏まで来てしまった。相手の方、最後走ってきたんですけど、フライ上げてアウトになりました。ラッキーでした。ちょっとね、これ終わったら次の試合、阿部選手の打席だけ放送します。はい、放送っていう方ないね。あ、まあまあ勝ちですけどね、もう、うん、とりあえずヒット数上回ったから。よっ、あ、来た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 、最高の場面で来た。よしよし、いや、走らんって、そんなんせんって、阿部選手のホームラン企画やのに。よしよしよし。くっそ、いけるって、ビップ。よし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 。
ってことで興奮冷めやらぬまま終わりたいと思います。 VIP でした。